2020年のエーシスニューアイテム、エーシスの 61SULJ、まあ、別名こうサブネームでタイトシェイキングスペシャルっていう名前がついてるんですけど、まあ名前の通りこう細かなビビッドなシェイキングがすごいやりやすい竿になってます。でなぜそういった竿を今回作ったかというと、2020年同じくニューアイテムとしてスーパーホバリングフィッシュっていうリアル系ワームが発売されます。でこのホバリングフィッシュっていうのは、今新たな釣りのメソッドとして、皆さんにご覧いただいているそのホバーストローリングっていうテクニック、これを、まあ一番理想的な形でそのアクションを体現できるためのワームがスーパーホバリングフィッシュで、スーパーホバリングフィッシュっていうのを通常のミッドストローリングっていうのはワームをこうロールさせるようなこうポワンポワンポワンっていうこう波長のちょっと長いこうシェイクで操るのが一番ミドストにとっては向いてるアクションなんですけど、このホバーストローリングに関してはワームをこう同じくロールさせるんですけど、こう微弱なロールとあとテールのこう複雑なアクションで思わず最後バスにバイトさせてしまうっていうところが一番重要なテクニックなんですけど、まあ、そのアクションを出すにあたってこの 61SULJ タイトシェイキングスペシャルはその一日中この細かなアクションをこのシェイキングを一日やってもね全然疲れない、竿がその細かなシェイクをティップがこう触れる勝手に触れてくれることでアクションしてくれるっていう、まあ、本当にシェイク最も今タイトなシェイクがしやすいロッドとして完成しました。で、まあ、見てもらったら分かるとこうティップがね非常に先っちょは繊細なんですけど、まあ、僕のメインフィールドである池原とかナナイロっていうのはこのホバストのテクニックで、まあ、50、60って言ったすごい大型のフロリダバス、フロリダ系のバスを相手にするフィールドでもあるんで、このベリーからバットにかけてはねやっぱりパワーがないとその大型のバスの口にも針をかけられないし、突っ込みに耐えられないっていうところで繊細なティップとそれをつなぐ適度なベリーで強いバットっていうのを一つにまとめた本当スペシャリティなホバストロッドに仕上がりました。で、まあじゃあなぜホバストスペシャルじゃないのっていうところなんですけど、実はこのタイトなシェイキングがすごいしやすいっていうことは、実はねこの差をダウンショットとかノーシンカーとか、まあ、通常のねワームをこう細かくシェイクしたい時にもすごい秀逸で、実際去年の、トップ50のヒパラコ戦なんかでは僕はこの竿をダウンショット用の竿としてディープの、8メーターから10メーターを攻略してスモールを釣ってました。まあすごいねブランクス自体も高感度なカーボンブランクスを使ってるし、でなおかつそのシェイキングのしやすさっていう部分でホバスト以外の釣りでも高次元に対応してくれる竿なので、ぜひ皆さん手に取ってフィールドで試してみてください。